アキール、ジェイモリスは、アメリカ用、バージン諸島セントトーマス島出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ参加に所属。2010年の MLB ドラフト従順目で、ニューヨークメッツから指名され、6月30日に契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグメッツで、プロデビュー。8試合に登板して1勝1敗。 防御率2.1928奪三振の成績を残した。2011年はアパラチアンリーグのルーキー級キングスポートメッツでプレーし、11試合に先発登板して3勝2敗、防御率3.8661奪三振の成績を残した。2012年もルーキー級キングスポートでプレーし、11試合に登板して0勝6敗にセーブ。 防御率7.9850奪三振の成績を残した。2013年は A-9 ブルックリンサイクロンズでプレーし、14試合に登板して4勝1敗1セーブ、防御率1.0060奪三振の成績を残した。2014年は A 級サバンナサンドナッツでプレーし、41試合に登板して4勝1敗16セーブ、 防御率0.6389脱三振の成績を残した。オフの11月20日にメッツとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2015年6月15日にメジャー初昇格を果たし、17日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビューした。同年投げたのはこの1試合だけであり、0.2イニングで3安打3、四球5失点と炎上。 防御率67.50という数字でデビューイヤーを得た。2016年はメッツ参加の AA 級ビンガムトンメッツに所属し、22試合の登板で防御率4.622勝2敗6セーブホイップ1.38を記録。また、高い三振脱出能力を発揮して脱三振率12.8をマークしていたが、メジャーでの登板機会はなかった。 2016年6月8日にケリー・ジョンソンとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍した。ブレーブス移籍後もメジャーでの登板機会は与えられなかったが、マイナーの AA 級ミシシッピ・ブレーブスでは25試合のリリーフ登板で防御率2.273勝1敗、脱三振率12.6と見事なピッチングを見せた。数年のマイナー成績は47試合の リリーフ当番で防御率3.255勝3敗6セーブホイップ1.36、脱三振率12.7であり、脱三振率の高さが際立った。一方で、請求力不足の面もあり、マイナー通年での予死休率は5.5だった。2018年3月31日にリーフとなった。 2018年4月2日に後日発表選手とのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。8月15日にリーフとなり、17日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ソルトレークビーズへ配属された。11月2日に FA となった。2019年4月1日にアトランティックリーグのハイポイントロッカーズに入団した。7月8日に 同リーグのサザンメリーランドブルークラブスにトレードされた。12日にブルークラブスの選手として試合に出場する前に同リーグのニューブリテンビーズにトレードされた。11月6日にニューブリテンビーズの解散に伴う分配ドラフトで同リーグのロングアイランドダックスへ移籍した。2020年は新型コロナウイルスの感染拡大によりリーグが開催されなかったため、 プレーする機会はなかった。2021年もロングアイランドダックスと契約し2試合に登板した。2021年7月19日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。